B 型肝炎ワクチンとは B 型肝炎を予防するワクチンである。HB ワクチンとも言う。初回投与は生後24時間以内が進められ、あとに2回、または3回の再投与が進められる。免疫機能の乏しい人や HIV、エイズ患者や早産の新生児の場合も同様である。さらに、病院などの医療機関で働く人たちへの投与も進められる。 健常者の定期予防接種の効果は95%以上である。感染リスクの高い人は血液検査によるワクチンの効能検査が進められる。免疫機能の乏しい人には追加投与が必要となる場合があるが、ほとんどの人には不必要である。予防接種を受けておらず、B 型肝炎ウイルスに暴露した場合は、ワクチンに加え B 型肝炎免疫グロブリンも投与するべきである。 ワクチンの投与法は筋肉注射である。B 型肝炎ワクチンによる重度の副作用は非常に稀である。戦士による痛みが生じることがある。不活化ワクチンであるため妊娠中、または授乳期の投与も安全である。ギラン・バレー症候群との関連はない。現在のワクチンは組み換え DNA の技術を使って生成されたものである。このワクチンは単体、または 他のワクチンと組み合わさったものがある。日本では2016年10月1日より定期接種となった。母親がキャリアでない場合は、生後2ヶ月での接種が推奨されていて、皮膚、小児用肺炎球菌ワクチン、ロタとの同時接種が可能。4週間隔で2回、2回目から4から5ヶ月、経ってから1回の合計3回接種する。最初の B 型肝炎ワクチンは、 1981年にアメリカ合衆国にて承認された遺伝子組み換え版が市場に出始めたのは1986年であるこのワクチンは世界保健機関の必須医薬品リストに記載されており最も効果的で安全な医療制度で必要とされる医薬品である2014年の開発途上国での卸売価格は0.58ドル13.2ドル米ドルである アメリカ合衆国では50ドル100ドルで購入できる。ありがとうございます。